あなたの知識は大丈夫？クイズで確認。食中毒のこと。問題。カレーやシチューなど大量に調理された食品が原因となる食中毒はどれ？サルモネラ属菌、カンピロバクター、ウェルシュ菌、ノロウイルス。正解はウェルシュ菌、別名給食菌と呼ばれ、大量に調理された食品が原因となります。ウェルシュ菌は室温放置すると熱に耐えた芽胞が発芽し、大量に増殖するんです。よくかき混ぜ、迅速に中心部まで冷却し、菌が増殖する温度帯を避けましょう。保存は10度以下もしくは55度以上を守りましょう。もちろん調理したらすぐに提供し、食べてもらいましょう。それじゃあまたね。